こんにちは、アイラです。宇宙には多くの謎があります。その中には宇宙にあまり興味のない方でも知りたくなるような面白いものやちょっと怖いものもあります。今回はそんな多くの人が興味を持つような面白かったりちょっとゾッとしたりする宇宙の謎を5つ集めてみました。それでは早速見ていきましょう。宇宙には4000トンのゴミがある。人間は宇宙空間の調査の際、宇宙空間に多くのゴミをまき散らしており、その多くは人工衛星の軌道上に捨てられています。これらのゴミをスペースデブリと呼んでいます。これらのゴミには使い終わった人工衛星や切り離されたロケットなど大きなものも含まれています。このようなゴミはロケットの打ち上げごとに増え、現在ではなんと4000トンを超えているそうです。これらのゴミは軌道によって秒速 7km 以上の速度で飛んでいます。秒速だと少し分かりにくいので時速に換算すると、なんと時速 25,200km。新幹線の速度がだいたい時速 300km なので、その84倍のスピードで地球を飛び回っているなんて、ほんと怖すぎですね。超高速で飛び回っているため、大きなゴミはもちろん小さなゴミも国際宇宙ステーションなどにぶつかると大きな被害を及ぼしてしまいます。またスペースデブリは地上に落ちてくることも考えられます。ほとんどのものは大気圏で燃え尽きるとされていますが、燃えにくい素材を使った部分は燃え尽きることなく、そのまま落ちてくる可能性があるのです。現在スペースデブリは大きな問題となっており、回収方法を研究中のようです。宇宙にはダイヤモンドでできた星がある。宇宙にはダイヤモンドでできた星があるのをご存知でしょうか。これは2004年に発見されたカニザ 55E という惑星です。この惑星は地球から40光年離れた場所に位置します。地球よりも大きさは2倍、質量は8倍にもなる大きな惑星です。なんとこの大きな惑星は地球の質量の3倍ほどの量のダイヤモンドが眠っているのだそうです。これはカラットで表すと10の34乗カラット。数字が大きすぎて全然ピンときませんね。もしも10の34乗カラットのダイヤモンドを採掘できたとしたら、その金額は最低でも約80光円となります。現在世界一のお金持ちはアマゾンの創業者ジェフ・ペゾスで、資産は14兆円です。このダイヤモンド製を採掘できたら一撃で世界一のお金持ちになることは間違いないですね。しかし残念ながらこの惑星は恒星のすぐ近くを公転しており、表面温度は2000度以上もあります。採掘するのは困難を極めそうですね。ぜひ世界一のお金持ちになりたい人はチャレンジしてみてはいかがですか。地球が生まれる確率。無数の星があり、限りなく広がる宇宙空間ですが、これほど大きな宇宙空間においても地球のような生き物が生存するのに適した環境の星が生まれる可能性は限りなくゼロに近いのだそう。それはかき混ぜたプールの中に機械の部品をバラバラに投げ込み、水流だけで元通りに組み立てられる確率と同じだと言われています。確率としてはほとんどゼロに近い値です。私たちがこの地球上で生きているのは奇跡みたいなものなのかもしれませんね。宇宙の上にはさらなる宇宙がある。宇宙の成り立ちについては現在でも解明されておらず、様々な専門家が議論を重ねています。その中に多元宇宙論というものがあります。宇宙を英語でユニバースと言います。ユニというのは一つのという意味です。ここからわかる通り、昔は宇宙は一つだけだと考えられていました。しかしその考えは間違っているのではと考える専門家が現れたのです。専門家によってベースとなる考え方は異なるものの、宇宙はたくさん存在するのかもしれないという可能性が出てきたというのです。これが多元宇宙論です。この考え方はユニバースに対し多数のという意味の単語マルチをくっつけてマルチバースと呼ばれています。超弦理論に基づくマルチバースではなんと10の500兆個もの宇宙が存在する可能性があるとされています。そしてこのようなユニバースもマルチバースもひっくるめた実在する可能性のある宇宙全てをユニバースと区別してオムニバースと呼びます。つまりユニバースがたくさんあるという状態をマルチバースと呼び、そのマルチバース全体をオムニバースと呼ぶということです。ということは私たちが認識している宇宙は宇宙全体のほんの一部かもしれないのですね。現在は宇宙の始まりがビッグバンであったと考え、その考えに基づき宇宙の成り立ちを考えてきました。しかし宇宙がたくさんあり、それを包括するオムニバースが本当にあるのなら、ビッグバンで私たちの宇宙が誕生していたことが真実だったとしても、そのこと自体は宇宙全体の始まりの本質的な解明にはならないと言えるでしょう。宇宙の謎はまだ何一つ解明されていないのかもしれませんね。宇宙ではとんでもない便秘になる。宇宙に行くと無重力状態で過ごすことによるさまざまな体調の変化を経験します。その一つが便秘です。しかもちょっと出ないという次元ではなく、とんでもない便秘になるというのです。宇宙空間は無重力ゆえ排泄物が体の下に落ちてこないそう。そのため便意が襲ってこないのです。いざ便意が襲ってきたとしても、それをうまく便器の中に落とすことがかなりの重労働。歯磨き粉を想像してみてください。チューブを絞ると歯磨き粉が飛び出し、地上ならその歯磨き粉はそのうち下にポトンと落ちます。しかし無重力空間ならどうでしょう。歯磨き粉は落ちずにそのままの状態をキープします。この現象が排便時にも起こるといいます。この状態を回避するため固形の排泄物は吸引し吸い寄せる仕組みとなっているそうですが、たまりにたまった排泄物は量が多すぎてこの仕組みではうまくいかないことも。この場合自分の力で何とか処理するしかなくなります。結果固形の排泄物と50分近く格闘することも珍しくないそう。宇宙飛行士はとても大変な仕事というのは間違いなさそうですね。宇宙のことはなんだか難しくてよくわからないという方もいるかもしれません。しかし宇宙の知識は難しいものばかりではなく、面白いものもたくさんあります。こういった楽しい知識が宇宙に興味を持つきっかけになるかもしれませんね。皆さんが知っている宇宙の雑学はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。